よっしゃ、じゃあ上空のバリアを破ってまた新たな次元ですか、時空へ行きましょうよ。ピニッジを追いかけていかないとね。すんげえ強そうなピニッジを。ピニッジ要素のないピニッジをね。あれどこもなかったよ。髪型だけじゃないですかね。ほとんどフリーザーだったよね。フリーザー要素が多すぎて。セル要素もなかったよね。あのモブ二人もいらないっていうね。よし。じゃああのピニッジと対決になるのかな？相当強いと思う。まあでも私ゴジータ倒してますからね。いけるでしょう。行きましょう。新たな知恵。うわーなんだこれ。怖え。これ地獄じゃないか？でね、あのエンマ様のあれがあるんだもんね、建物が。建物の中にいる人を話しかける。いやもうこんな建物の中にいる人、まともな人いないでしょ。やっぱこれエンマ様のとこだよね。ってことはこれあの世だよ、ここ。あの世に来ちゃった。俺は死んじまっただ。俺は死んじまっただ、だね。うわ、敵めっちゃいるし。ちょ。中入りましょう。ここめっちゃ敵周りにいるよ。50レベルと高えし。お。でけえ、やっぱエンマ大王だ。ここは。くそ。地獄行きにしてやるぞ。恐ろしいこと言うね。ピニッジのことは分からなかった。しかし地獄が広い開いてたくさんの、まあ、悪い奴らが逃げてるとのことだね。いや、なんかすげえ強敵じゃないですか。何これ、時空がパワーを感知したところへ行く、拒否することはできないんだね。わかりました。お、ふふん、じゃねえよ。こんな神妙な会話の中、よくそんな気の抜けた返事ができるな。行きましょう行きましょう、入っていきましょう。ちょっと、いや、そこ大事だろお前。行くぜ。ね。おーい。そうね。うん。
行くわよ。あったあった。え、魔人ブーいるじゃん。一つ見つけたけど。嘘でしょこれ。なんで寝てんの。あーあーうんうんうん魔人ブー。誰のせいにする？キャラ的には悟空だろこれ。おお、まだ寝てんのか。これもう早く取っていこうよ。戦いになったら嫌だよ、これ。え？やるぞっつったってね。勝てんのかいこれ。魔人ブーまさかの展開。これからめんどくさいドラゴンボール探しが始まるかなと思ったら魔人ブーとの対決になったよ。これ1個目からこれだからね。他のドラゴンボールのところにもまたこれなんかいるんじゃないですか、強敵がね。いなきゃいいけどね。イエス。イエス、ナイスダメージ。わっ、間違った、聞いためちゃった。攻撃する予定だったのに。あー、ほんでこれ回復してるね。嫌な予感したんだよ、さっきスキルで超能力、超再生能力持ちって出たから。これ見て、与えたダメージ全部回復だ。これどうやって倒すんだ、わからんぞ倒し方が。これ魔人ブーのターンになるためにこれ回復されるからね。5000以上回復してるわけだ。はあ、ってことは一気にキリをつけるしかねえってことか。そんなん、しゃあない。ほら、また回復だからね。魔人ブーのターン来るたびこれだから。もうマキシビジョンで蹴りつけるしかないね。それしかねえわ。だからもう必殺技ゲージが溜まるまではもうこの繰り返し。同じことを待ちましょう。ひでえなぁ。なんだこの特殊能力。リングアウトしてる場合じゃねえよ、もう。与えたダメージが無意味っていうの一番悲しいパターンなんだよなぁ。
プレイヤーがやる意味なしっていうね。リングアウトさせればまた話は別か。相手のターンが来ないわけだからね。なんだ、回復もできねえわけだ。よし、来た。リングアウトだ。よし、いいぞ。残り体力も1万5000だからね。これ、マキシフュージョンで一気に。うわ！リングアウトしてもまた次。え、なんでだこれ！おかしいだろ！どうなってんの相手のスピード。リングアウトさせた意味ねえじゃん、これ。何のためのリングアウトなの？あれ、リングアウトになったら次俺の攻撃でしょ、普通。なんで相手の攻撃になってんだ、これ。もうやってられねえな。意味不明だわ、これ。ようわからん、このゲームのシステムが。リングアウトさせる意味がないもんね、それだと。もうリングアウトになってない、普通にいるし。これ、もうあかんな。もうゲージ溜まるまでずっとこの繰り返しだよ。で、そのマキシフュージョンで倒せなければアウトだしね。またこれ来るぞ、相手のターン。いや、これ魔人ブーに次攻撃また取られて回復させ、回復になるね。1万切ったけど多分1万以上回復するでしょ、こいつ。ほらね、ほらね、全回復だ。やってられませんな。マキシフュージョンで一気に倒すしか、決着はつけれないってことね。アイトランクスやられた。マジか、こんなありかよ、ほんとに。ゲームじゃねえよ。よくわからないね。敵にこんな強い能力を与える意味が。よし、あー、もうこれパンでマキシフュージョンして倒すしかないでしょ。ほんで倒せなければまた全回復。与えたダメージが全てパン、プレイヤーの努力が何の意味もない、時間だけが、食らったっていうパターンで、またこれマキシフュージョンのゲージが溜まるまで待つだけだとかね。でその後のまたマキシフュージョンで倒せなければ終わりだよ。カマ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 、一気に蹴りつけてやる。あ、これいけるね。よしよしよし、こうやっていけばいいんだ。いけるか？結構、結構微妙だぞ。いけるよな、いけるよな。よーし、いったいったいった、ナイス。もうこうやって倒さないとダメですからね。はい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 、じゃないと勝てませんから。あー、よかったよかった。今までの戦い方では間違いなく勝てる相手ではないからね、こいつは。なんだ超再生能力持ちって。チートでいいじゃねえか。チートっていう特殊能力つければいいのね。これ嫌な予感するのは一つ目からこれだからね。